この雑貨屋さんって本当に有名なの？今コワカワの人形が流行ってるから、それ目的で来る人が多いみたい。コワカワ？ブサイクだけど可愛いでブサカワ、夢のように可愛いことを夢カワ、そして怖いけど可愛いことをコワカワ。怖いけど可愛いって意味わかんない。まあまあ、とりあえず入ってみよう。いらっしゃいませ。何をお探しでしょうか？あの、私たち今流行りのコワカワの人形を見てみたくて。コワカワのお人形ですね。こちらへどうぞ。へえ、怖い人形ばっか置いてあるのかと思ったけど、そうでもないみたいね。あなたにはこれをおすすめします。これですか？これってコワカワっていうか今流行りのやつ。そしてあなたにはこちらをおすすめします。うわー、なんかコワカワっていうか不気味な人形。最後はあなたですね。あなたにはとっておきのコワカワ人形どうぞ。私だけなんかリアルに怖い人形なんだけど。まあまあ、せっかく店員さんがおすすめしてくれたやつなんだし、みんなそれぞれ買ってみようよ。うん、ありがとうございました。これどこに飾ろっかな。夜目が覚めた時にいきなりこの顔があったらビビるから、ベッドの近くは嫌だしな。ねえ翼ちゃん、美咲ちゃん、やっぱり私これ怖いし返してこようと思う。せっかく店員さんが選んでくれたのに。だってやっぱりなんか不気味なんだもん。だからやっぱり返してくる。あ、ちょっとリカ、コワカワのお人形なんて別にいらない。いくら流行ってても私は可愛いお人形がいいやん。あれ、開かない？さっきまで店員さんいたのに、もうお店終わったの？すいません、さっきここで買い物したものなんですけど。何、もう閉まったの？うん、開けてくれないんだよね。このお人形返品したいんだけどな。せっかく売れたあのお人形返されたら困るわ。ただいま。おかえり。ひー、何そのお人形。今流行ってるコワカワのお人形だって。知らない間に髪が伸びてたりってよくあるもんね。ちょっとやめてよ二人とも。なんてね、絶対私たちの部屋には置かないでよ、怖いから。わかったわよ。だからって自分の部屋に置いてるのも怖いしな。本当に買うんじゃなかった。昨日私が買ったあのお人形、お部屋に飾ってみたら意外と可愛く思えてきたの。ずーっと見てたら癒されるっていうか、なんていうか。あそこの雑貨屋さんで売ってた赤い着物の日本人形、あれ本当に呪われてるらしいよ。マジ怖ー。赤い着物の日本人形？ちょっとその話詳しく聞かせて。なんか聞いた話なんだけど、勝手に動き出したり目が開いたり閉じたり喋ったりもするっていう噂が。まずい。それって絶対リカが買ったあの人形のことだよね。リカ、今ちょっと聞こえたんだけど、私が買ったあのお人形呪われてるの？いやでも噂かもしんないし。そうだよ、あのお人形って決まったわけじゃん。いや、でもやっぱりあのお人形捨ててくる。まさか本当に呪われてたりしないよね。お人形、お人形、あれ？机の上に置いてたはずなのにない。なんで？どうしたの、リカ？ママ、机の上に置いてた赤い着物の人形知らない？ああ、もしかしてこれのこと？これ？なんでママが持ってるの？なんでって私がびっくりしたわよ。さっきお買い物から帰ってご飯を作ろうとキッチンに行ったら、このお人形と食べかけのお菓子があるんだもん。リーちゃん、まーちゃんのいたずらかと思ったけど、これはリカのお人形なのね。何それ、
みーちゃん、まーちゃんはまだ学校だし、私も今帰ってきたばっかりだし、誰もキッチンに置いたりなんかしてないのに。おー、変ね。ママ、貸して。おかしいよ、絶対おかしい。本当にお人形が動いたとしか考えられない。こんなことをしちゃいけないってわかってるけど、私はあなたを家に置いておけない。ごめんなさい。きっともうこれで大丈夫。うん、私の家に何か用でしょうか。あ、貝山さんですか。貝山リカさんへお届け物です。はい、私です。私何も頼んだ記憶ないけど、誰からかしら。え、髪の毛が濡れてるってことは、私が海に捨てたやつ。いやー、リカちゃん、リカちゃん、大丈夫？しっかりして、リカちゃん。ハルト君、あのね、お人形が、赤い着物のお人形が。これのこと？それ。リカちゃんのママからいろいろ聞いたよ。このお人形、僕が持って帰ってもいい？でも、そしたらハルト君に呪いが。僕は大丈夫。リカちゃんが怖い思いするぐらいなら、僕が何とかするよ。ハルト君、ありがとう。ううん、だからもうリカちゃんはこのお人形のことは忘れるんだよ。うん。それじゃあまた明日ね。このお人形は明日お祓いにでも持っていこうか。ただいま。きっとはるかが見たら怖がるだろうから、こっそり僕の部屋に持っていくか。あれ？ない。ポケットから出してないのに、なくなってる。ハルト君のおかげで今日はゆっくり眠れそう。ん？電話？ハルト君だ。忘れ物かな？もしもし。リカちゃん、さっきの人形がいなくなった。え？いなくなったってどういうこと？あのままポケットに入れて持って帰ったんだけど、家に帰ってみたらいなくなってて。いなくなったって、まさかまた私のところに戻ってくるの？リカ、ご飯ができたからみーちゃん、まーちゃんを呼んできてくれる？あ、うん。ごめん、ハルト君、またかけるね。みーちゃん、まーちゃん、ママがご飯できたって呼んでるよ。さっきの髪の毛といてあげるね。え、もう綺麗だから溶かなくてもいい？うん、まーちゃん、何してるの？じゃあ今度は私がお洋服着替えさせてあげるね。ちょっと二人とも話聞いてるの？ねえ、てば。え、きゃー、それどこから持ってきたの？どこにって、これは私たちの大事なお人形さんだよ。何言ってんの？まーちゃんも、みーちゃんも、二人ともしっかりして。どうしたの、リカちゃん？二人ともなんだかおかしいよ。このお人形、あれだけ怖がってたのに、なんで二人が持ってんの？なんでこのお人形がここにあるの？私たち知らないよ。知らないよって、二人が持ってこなかったら、誰がここに持ってくるって言うの？こうなったら、もう絶対出られないように、この中に入れて、外から鍵をしてやるわ。いらっしゃいませ。あの時私が買ったお人形って、呪いのお人形だったんですか？それは…まあ、もういいです。この箱の中にそのお人形が入ってるので、お返しします。お金は返してもらわなくていいので。わかりました。あのお人形、お気に召されませんでしたか？残念です。行こう、リカ。うん。あのお人形、返されても、きっともうここには、やっぱりいないわ。リカ、なんだかごめんね。怖い人形流行ってるからって、リカにも無理やり買わせちゃって。ううん、呪いの人形だなんて最初は知らなかったし、もう気にしないで。無事に返せれたよってハルト君にも言っとかなくちゃ。おかえりなさい。捨てても捨てても戻ってくる人形って怖いねって思う子は、評価をぜひ。ここでみんなに質問よ。私の周りでは今怖いお人形が流行ってるんだけど、みんなの周りで流行っているものってある？コメント欄で教えてね。また次の動画でね。バイバーイ。